バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。あの竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。はい、こんにちは、豆と申します。学校の六不思議1実況プレイ続きからやっていきたいと思います。今回からバージョン 2.40 でやっていきます。はい、ということでここですねそう、あのさ、岩本さんいいやつと思ってたらさ、太郎を襲ったよね。ホモですか。はい、ということでどこに行ったんだろうね、岩本のおじさん。ということで、どこに行けばいいんだっけ。そうだ、これでヒントを聞こう。千春と琴音ちゃんは霧島と一緒かもしれない。あ、いた、霧島と今一緒に行動してたんだ。まずは3階から調べてみないか。っていうことは、あそこかな、なんだっけ、図書室、図書室にだって、あ、待って、鏡こっちに向けないで。あ、そっか。待って、手鏡さ、何個持ってんの今。もう持ってないよね。ちょっと、そろそろ光くんのさ、扉が開いてるんじゃない。時間軸的にびっくりした、ゴキブリか。鍵はかかってないのに開かない。光くんはじゃあさ、やっぱり、入れる人入れない人、より好み、えり好みしてるのかな、あのショタは。ということで。ねえ。そう、最近ね、そうなんですよ。ちょっと鼻が。ですね、なんかね、最近ね、まあ、お盆だったからなのかわからないけど、なんかね、まだ私の部屋の電気なんですけど、変えたばっかりなのにね、急に消えたんですよ。もうめっちゃびっくりした、怖かった。まあ、お盆だったからね、帰ってきてたのかな、誰か。ということにしときますよ。でもね、なんかね、私の部屋結構ね、いろいろあるんですよね。エアコンがね、勝手にね、ついたりとかね、消えたりとかね。まだね、テレビはね、勝手、うわー、ちょっと待って、やめて。テレビが勝手についたりっていうのはね、ないのでね。こいつ瞬間移動しないかな。バージョン 2.40 ではしないかな。見えない位置から回り込む。うぅ、律子先生もいるんだけど。3階妖怪パラダイスなんですけど、ここ入りたいね。開いてないか。じゃあ、上から順番に、トイレの、なんだっけ、より子さんだっけ。より子さんいます、逃げます、さよならさよなら。なんか、トイレのあの幼女は、なんか実体を持ってる時だけ襲ってくるので、実体を持ってる間は動いてたら多分大丈夫っぽいんですよね。実体持ってる時に、あれ？こんなところにこんなのあったっけ？まあ、いっか。行きましょう。そう、なん、あ、霧島がいるじゃん。岩本さん。岩本さん。あ、びっくりした。落ちる落ちる。ぶちかましてやりなさい。何を？おい、おっちゃ。岩本さん、あれ。ん？うおー、霧島く、やっべ。岩本さんがでかい声出すから、あれ？ここ見た気がするよ。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、カット。失礼しました。あのですね。私のセーブ以降の手違いでした。申し訳ありません。4分もね、前のあれを見せてしまって。8からでしたね。申し訳ございません。動画を見直してきましたよ。ここからですね。太郎。そうだよね。危ない。あ、そういうこと？いい人だった、岩本さんは、やっぱり。そしてこれは、ぬいぐるみか。なんだっけ。名前忘れたけど、ぬわ！いや、岩本っち！おっさん、俺をかばって。太郎逃げろ、こいつはやばい。嫌だ、岩本さん置いてなんていけないよ。うお、なんだ、バットが熱い。ピンチだな、手伝ってやるよ。誰ですか、バットの妖精。また助けてくれるのか、このバットなら。いけ、待って、な、何ボタンだっけ。あ、 XXX。 こら、おら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 、任せろ、岩本さんを助けたい。離せー。連打連打連打で、私の操作が、ちょっと待って、ちょっと待って、こ、めい、めい、ちょっと待って、私の操作がさ、ちょっと下手くそすぎてさ、これ死ぬんじゃない。今今、よし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 、やったぜ。やったか、勝ったのか。岩本のおっちゃん、無茶しやがって。
岩本さんこそ。太郎、お前そいや俺のことおっさん、そこ見逃してよ。ああ、ぬ、太郎お前な。まあいいじゃないか、生きてたんだから。さあ、3階で2人と霧島を探そうか。うん、光くんってやつのね。っていうことは、光くんのところに行けばいいのかな。保健室、1階に降りてきてんだ。こんなかなんもないかな。ないですね。そう、ホラーな話をしてたんで。待ってよーん。気づいてるけど、お前はこっちに来れないんだな、おバカな野郎め。はぁ、怖い。なんかさ、立候補…待って、どっちと、あぁ、お、バカバカとか言ってごめんなさい。復讐さ、ちょっと待って、やばいんだけど。どこにも安心して歩ける場所がないです、廊下。もうでもさ、手鏡ないよね。手鏡もないしさ、人参もないからさ。とっさに女子弁に隠れてしまったけど、よりこさん来ないよね。よりこさんは3階だけか。あ、いた。怖いよ、怖いよ。2階、3階に行きたいです。どうやって行くんだっけ。ちょっとでも間が空いたらすぐに忘れてしまうんですよね。本当に。脳みそがね、つるんつるんなのでね、お許しください。これさ、もしかしてさ、あ、普段でも触れる、律子先生来た時に、こいつは多分ね、聞かない気がする。こいつは聞かない気がするので、逃げる。律子先生には聞きそうだね。はい。あいつはなんかもうバッと食べそうな勢いですもんね。なので、あいつは逃げましょう。そんなにね、驚異的なやつではないので。怖いよほんと。実況中に電気切れるのだけは本当にやめてね。あー、びっくりした。ただでさえこうやってね、怖いので、ただでさえね、驚きマックスなので、本当にやめてくださいね。まあ冷房が勝手につくわね。まあ今めっちゃ暑いからありがたいんだけどね。いやもう本当にホラー苦手なんですよ。お化け屋敷って本当に入りきらなくて、なんだっけ、本当に右指で数えれる程度しか入ったことないんですね。しかも無理やり入らされたみたいな。鍵はここって、ふんふん、バットだ、触れない。この図書室ではバット触れなかった。ちょっとね、忘れかけてるんだけど、初めのところに戻ってるのか。太郎くんみたいな感じで、確かここに戻ってた記憶はあるんだけど、いないか。待って、何すればいいんだっけ。2人が心配だ。もう一度3階を探そうか。ちょっとセーブしよう。死んだらねまずいので。待って HP30 か。ちょっと回復しに行くか。これはまずい気がするぞ。あ、でもびっくりマークが。行くしかない、しょうがない。人の気配がするな。反対側から回る。さっき回ってこっち入ってたんだけどな。まあいいでしょう。行きましょう。ん？いる？いる？あ、霧島がいるよ。おっさん、でかい声出すなよ、今回は。バットだ、太郎。もう、おっさん、そこでね、名前言うからダメなんだよ。霧島はもう逃がさんぞ。しつこいやつだ。ぐっ、いた！なになに？千春、琴音ちゃんも。太郎くん、今までどこにいたの？太郎、あんた今までどこに？あれ、それに警察の人も。霧島が警察だと？はあ、怖いおっさんまでいるじゃない。怖いおっさん。太郎くん、そのブルドッグみたいな人から離れて。俺のことか。その人は凶悪犯なのよ。俺のことだろか。え、そうなの？警察は俺の方だ。霧島が凶悪犯なんだよ。そんな嘘です。そうよ、私たち警察手帳も見せてもらったんだからね。手帳だと？おっさんの手帳？太郎は信じてくれるよな？信じるよ、私はおっさんを。二人こそ霧島から離れるんだ。え、
ちょっと太郎、太郎くん、だっておっさんは俺を今まで助けてくれたんだもん、何度も。もうごまかされ、ほら逃げなさいよ。キャッ、琴音ちゃん、霧島、お前なんてこと。動くなよ、殺すぞ千春。ナイフ、太郎助けて。うるさい、黙れ。くそ、どうしたら、どうしたらいいんだ。霧島、もうやめろ。岩本、あんたが全部悪いんだぜ。俺を追ってこなければよかったんだ。くそ、どうするの。あ、ナイスタイミング、またあいつだ。おい霧島、後ろ、後ろだ。は、安い芝居だぜ。そんな茶番に引っかかるかよ。食べられちゃうぞ。光にはこいつらを殺すなと言われてるしな。どうする。もう完全にロックオンされてますよ。なんだ。うわー、ひゃー、声がね、ちょっとね、クーラーにやられて出ません、ごめんなさい。どうなっちゃうの。待って、千春ちゃんごと、千春ちゃんごと食べられてはなかった、よかった。霧島が食われた。霧島を食った怪物は満足したのか、その場を去った。そのまま成仏してください。俺たちはしばらく動けなかった。あ、動けるじゃん、動けるじゃん、太郎。霧島が落としたのかな、警察手帳かな。未練魔教、何それ。ん、手帳、警察手帳だ。あ、中の顔写真は岩本さんだ。本当に警察官だったんだな。ね、一瞬間違えるよね、反対。なんで探偵とか言ったのよ。まさか霧島が俺の警察手帳を持ってたなんてな。なんで探偵って嘘をついたんだ。そう、それ気になる。警察手帳が手帳、え、違う、警察官が手帳を落としたなんて恥ずかしくて言えなかったんだ。さしてくれ、すまんな。それに言っても信じてくれないだろ。まあその顔じゃ。そんなことは。声震えてるよ、太郎。まあ話は後だ、一旦用務室に戻ろう。はーい、どっちを抱える、千春ちゃんと琴音ちゃん。はあ、安心ですね。ちょっとセーブしましょうか。はいっと。おっさんに話しかけたら進んじゃう気がするから、千春ちゃんの寝顔をね、じっくり、あー、一緒に寝まーす。千春ちゃんの匂いをくんかくんかして復活しましたよね。ということで、琴音、あ、琴音ちゃんだよ、琴音ちゃんが寝てる。霧島に殴られたんだ。ゆっくり寝かせてあげよう。大丈夫か千春ちゃん。太郎、怖かったよ。もう一人でどっか行かないでね。約束して。約束する。ああ、行かないよ、約束する。約束破ったら泣くからね。おっと、そうだ、あれ見よう。千春ちゃんの好感度が上がりました。何個ぐらい上がったかな。あ、そうだ、太郎がいない間に私たち光くんに会ったの。やったな千春。うん、でも光くんも二人のいる場所がわからないって言ってたの。二人を見つけたら教えるって言ってたけど。よし、じゃあもう一度光くんに会いに行こう。光くんが二人を見つけてるかもしれない。うん。好感度はどうなってる？ただいま、あい、あー、どっちかに行けばどっちかがマイナスになっちゃう、そういう感じなんだ。両方増やすことってできないんだね、じゃあ。はーい、おっさん。何を話していいか、その、なんだ。霧島が食われて力が抜けたというか。岩本さん？大丈夫？今頃になってあの緑の怪物にやられたところが、大丈夫なのか？ああ、しばらく休めばなんとかなりそうだ。そうか、よかった。岩本さんはゆっくりしててよ。俺は千春を連れて光くんに会ってくるよ。そうか。まあバットがあるから大丈夫だとは思うが、そのバットはしばらくお前に預ける。気をつけてな。おうよ。ということで、行きますか。
ちはるちゃんとデート、ちはるちゃんとデート、早速いるんだけど。まあいいや、律子先生がいなければね、怖いものなんていないわよ。はい。間違えた、律子先生の住処に、住処に、自分から入っていって、行っちゃったよ、本当に。危ない、危ない。あー、律子先生、ごめんなさい。見つかっちゃってた、さっきの。ということで、ヒカルくん、今度は入れてくれるよね。お久しぶり。お久おげんこ。お？どうしたの？やあ、やっと会えたね、太郎くん。ヒカルくんなのか？思ってたのと違うな。君がどんな想像してたかは知らないが、まあ、よろしくね。ああ、よろしく。かわいいよねー。ショタコヒカルくん、たまにこういう怖い顔するけど。お前、何を持ってる？それを近づけるな。バット？このバットのことか？タロウ、何なの？その汚いバットは。これ？岩本さんが貸してくれたんだ。魔除けのバットだってさ。貴様、それを早く捨てろ。さもないとお前たちに協力はしない。ヒカルくんもやっぱ、このバットで鏡を壊されたらヤバい系なのかな？まいったなぁ、どうしよう。ダメだ、捨てたくないけど。セーブしてるからさ、多分これしたらバッドエンドになるんじゃないかなと思うので、捨てません。ちょっと太郎、ヒカルくんには涼子と純を探してもらわないと。いや、ダメだ。このバッドは岩本さんからの預かり物だ。近づけないから。そのバッドは5年前にも。うわ、ちょっと太郎、そんなの捨てなさいよ。太郎、怖いよ。このバットは何度か救われたんだ。絶対にダメだ。ヒカルくんにはこのバットを向けないよ。約束する。取り乱してごめんね。僕たちはあれが苦手なんだ。特に物理手段を持たない僕にはね。懐かしい。5年前にもそうやって僕にバットを向けて、僕が嫌がるのを見てバットを引っ込めた女の子がいたな。その子に免じて許してあげるよ。律子じゃない、あ、そうだよね、律子先生のことかな。でも本当に僕に向けないでね。ああ、約束するよ。太郎、あれ、じゃあこれいいのかな。おや、涼子ちゃんが見えるよ。え、涼子が？涼子、どこなの？どこにいるの？デスラビットに追いかけられてるのがちょくちょく鏡に映ってたからね。なんだって？早く助けに行かないと。彼女すごい速さだね。デスラビットに追いかけられて捕まらないなんて。涼子は陸上部だったから。道理で。でももう少し待った方がいいと思うよ。え、なんで？君たちが行っても追いつけないだろうし、変に追い詰めて打ち鍵をかけられたらどうしようもないからね。信用されてないみたいだよ、君たちは。特に千春ちゃんはね。琴音、おとなしいから私が助けてあげないと。それで涼子に嫌われたのかな。千春、なんか不自然だな。おっと、涼子ちゃんはかなり息が上がってるね。そろそろ休憩するんじゃないかな。ん？涼子サイドになるのかな。ちょっと鼻が本当にやばい。お、りっちゃんとおっさんちゃん、入れた？何？何が起こったの？おお、一瞬だが結界が弱くなったぞ。よし、これならいけそうじゃ。いけそうじゃっておじいさんになっちゃった。やった、リスコ、今なら一人くらい通れる。父さん、こいつを持っていけ。これは魔除けの札じゃ。もしもの時役に立つはずだ。リスコ、よく聞け。この学校にいる何者かが、生徒たちを使い何かを企んどる。一教師として生徒たちを取り返してこい。父さん、行ってきます。
勇者だ。お前なら大丈夫じゃ。さて腹が減ったからの弁当でも食うかの。のんきか。のんきですよ。結界が塞がった。くっ、予想以上に悪意が大きいわね。待ってなさい太郎たち。グラグラ、なになに、地震です、揺れてる、うそ、なんで落ちる。りっちゃん初っ端から戦線離脱なんだけど。日記を書く。はい、じゃあ今回はじゃあここで終わって、次回ひかるくんにバットを捨てろって言われたから、捨てるところからスタートしていきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。